おはようございます。釣り子 TV です。これ、ジャッカルのライザーベイトに 15P ってのがあったんですね。自分、発売されてるのをすいません、ちょっと気づいてなかったんですけど、フィッシングショーとかではね、よく見ていて、なんかすげえ感じになってるなと思って、気にはしていたんですが、バスコーナーにはないんですよね。海釣りコーナーの、しかも超大物コーナーね、マグロとか、ヒラマサだ、ブリだってね、狙う、そういったコーナーにね、並んでおりました。そんでね、ちょっと使ってみたいなと思って買ってきたんですけども、価格は1個2610円って、結構ね、大きいんで、ちょっとね、高くはなってくるのかなというところですけども、パッケージはこの、ライザーベイトって感じのね、このパッケージ裏には説明が書いてあって、でカラーはねいくつか選べたんですけども、イワシはねどこにもいるし、いつもメインベイトになりがちだなと思ってね、パニックイワシというカラーをですね買ってみましたよ。はい、じゃあですね、重さとか長さ書いてありますね。重さが 75g、 結構重いですね。で長さが 150mm だよということで、シンキングだよと。じゃあ早速ですね、開けていきたいと思います。巨大なね、ライザーベイトのことね。ごっつはーい、出てきましたね。これ、でっけえ、 75g あるからね、ツチンときますね。こういうことになってるんだな。で、じゃあ顔周り特徴的に P ですからね。このギラリン、ライザーリップ、がついていて、その下にこのポッパー形状の口がついてるんですね。で、水を取り込んでこの横のエラからね、出すっていうね。こういう感じの機構になってるんですね。最近のネット界隈の言葉で言うとあれですかね、TD ペンシルに似ているから草とかね、書かれちゃったりするんですかね。どっちもね、同じ人が作ってますんでね、いいんじゃないかなと思うんですけども、こんな感じでですね、この、どういうね、感じで活躍してるのか、ここでバブルとか出してくれたりするんですかね。で、腹周りはこんな感じでキラリーンとね、すごいアピールしてくれそうな、こんなボディをしていて、で背中はこんな感じ、シンプルにね、ライザーベイトって書いてあります。で、海用だな、スペシャルだなって思うのは、この機構ね、どっかでも見たことあるんですけど、このね、ここにこのスイベルが入っていることによって、回ってですね、こう魚のバレを防ぐっていうね、このね、これね、結構やっぱ効いてると思うんですよね。このルアーじゃないですけどね、いろいろこれがついてるので試して、一番最初に効果あるなって思ったのは、鉄板バイブにね、この機能が装着されていて、鉄板バイブってめちゃくちゃバレやすいんですけども、これあるとなんかグリグリになってやたらバレねえなーなんていう風に感じたんですけども、そんな感じのがついていて、で後ろのこれアイもね、超大物狙ってる感じひしひしと伝わってくるんですけど、めちゃくちゃごつそうなね、なかなか壊れないよっていうアイが搭載されていて、で何にしてもね、この針がね、最初からめちゃくちゃごつい針がついているな。で、ここはね、自分はこのルアーをですね、スズキ釣り、シーバスで投入しようかなって考えてるんで、ここら辺をね、もうちょっとね、細軸の針に変えて実際は使おうかな。具体的には流儀のね、ブルータスとかね、ああいう、ちょっと細軸、フッ素加工でも大きい、比較的丈夫ってね、感じのちょっと細い針に変えて使おうかなって考えております。っていうのもシーバスロッドで使おうかなと思ってるんで、そうするとね、この太さだとね、よっぽど完璧な状態で食わせないと、多分針先が乗っかるだけでね、結構返しも強力な
のがついてますからね、バーブレスとかにする手なのか、まあねすごい太い針が乗っかってますんで、これだとねちょっとね懐までかけられないんじゃないかな。シーバスロットが曲がっちゃうし、ラインもちょっと細めのラインでやるしって考えてるんで、まあちょっとね針はこれねまた来たるべきなんかそのうちに大物狙う時用に大切に外して取っておいて、実際にはもうちょっと細軸の針で使おうかななんていう風に思っております。で、まあ裏にいろいろ説明書きが書いてあるんで軽く見ていきますと、ライザーベイト、まずこれが015の P、 サイズ150mm75g、 ボディ自重ね、この針を除いた重さで 75g あるよっていうことですね。最大の特徴、上向きに配置されたライザーリップ、まあこれはねそうですね、ミノーやシャットのような潜らせるためのリップではない、重いボディを水面へ浮上させるためのリップだ。遠距離の表層攻略を可能にするライザーベイトがルアーフィッシングの新境地を切り開くっていう、ここはまあよくライザーベイトの説明で書いてあるところだと思うんですけども、で安定した飛距離によりブリ、ヒラマサ、そしてマグロまであらゆる大型ターゲットを狙い撃つライザーベイト 015P、大型魚に対応すべく設計された大きなボディとポッパーカップが波のある大海でも広範囲にわたってアピールしてくれる。わずかなロッドワークで足場の悪さや流れの強さを気にすることなく自在にルアーを操ることができるだろう。またシンキングボディを生かしチェイスやフッキングに至らないアタックに対してリーディングを止め、フォールベイトとして誘いの幅を広げることも可能だ。オクショアからショアからも絶大な信頼を寄せることができるライザーベイトは唯一無二のルアーであるということで、ルアーの性能を 100% 引き出すために接続にはスプリットリングをご使用ください。まあ、このスプリットリングはね、これは重要よっていうことと、あとねこのね針だね、ST66 の20番がねこれついてるんですね。 ST66 っていうともうカルティバの超強力な針の仲間ですけども、針自体がですね自重 4.56g、 耐久力は 37kg まで耐えられるよということで、まあこの針2つで 10g 近くあるよっていうのはね、このねパッケージのとこにも書いてあるんですけどね、だから70、まあ 80g は超えてくるよこの針重いからねっていうようなのがここに書いてるわけなんですけども、だから5オンスまで投げれるよなんて 150g まで投げれるよとかね、そういった釣り竿で使うのがいいのかななんて感じるんで、まずはまあベイトのそこら辺までしょえるよっていうね、あのビッグベイト用のロッドで使ってみようかな。それで針をもうちょっと細くすることによってかかるようにできればななんて思うんですけども、ただねまああの使いどころはね、自分の想定してるところではまずねちょっと選んで投げないといけないなっていうのは感じるんで、まあなんか魚はいるんだけどなんかいまいち食わねえなっていうね、あのジョイクロとかねデカトップとかで表層バンバンバンとかねこう誘っていて、たまにこう下で反転はあるんだけど食うまでは至らないね、そんな時にちょっと投入してみたいなと思って実は買ってみたんで、まあねそんな同じ状況が何回あるか分かんないんですけども、タイミングでちょっとねあのビビらないで一回投げてみようかなと思って一つ買ってきてみました。まあね何にしてもまあ1月ぐらいまでがラストかな、まだね自分の近所にもシーバスいるんですけども、この先千葉のね方に多分一回抜けていってかなんか気配がなくなって、でその千葉の方をちょっと追っかけに行くタイミングでどうだろうって、何にしてもちょっと大きめのルアーですからね、釣れる釣れないっていうのはなかなか、状況によるかと思うんですけども、ただね投げないと釣れないんで、まあなんか雰囲気があったらぜひね投げてみようなんていうふうに考えております。というわけで本日の釣り講 TV は海用コーナーにありましたよ、このねライザーベイトの最大サイズライザーベイト 015P、 これをね一つ買ってきてみたよってこういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。